ームランを打っています金本。連投で腹を決めるかどうか。内野は前進、バックホーム体勢、カーブ引っ張った、レフト後方、お、行くのかな、入った、ホームラン、谷繁日本記録更新、27年連続ホームラン。いやー、ベテランに緩い球はという話はしたんですが、カーブでしたよ、久慈さん。外はチェンジアップですよ。低め打った、どうだ、これがいった、ラビレスホームランで決めました。なんと外国人史上初の2000本安打達成はラビレス、レフトスタンドへの一発で決めました。そして打てる球を待っていました。やっぱり狙い球を絞っていかないとあかんですよね。高めを打った、高く上がった打球、ライト、才木の頭上、越えていった、今シーズン第1号、逆転スリーラン。やっぱりまっすぐに負けず、ちょっとインハイの高めのボールですけども。やっぱりいつもよりタイミングを早めに取って、はい、まっすぐに負けないようにしたあのバッティングしましたよね。ヤクルト15年目36歳、まあ、それにしてもちょっと一塁を回ったところ、それにしてもはい、キャッチャー安田、ショート後方、面白いが宮川スタート、今切った、三塁ストップです。三塁ストップ、ショートの後方ということで二三塁間で今三輪がボールの行方を見ました。突破口を開いたのはヤクルト、背番号4。前半戦はベンチを温めていた栗山のバットからヒットが飛び出し、8回にようやく太陽先発大門を捉え始めました。栗山は2塁へ進み、バッターは唯一野茂から三振を喫しなかった伊藤、ワンアウト満塁、投球数7球目、第7球を投げた、打った、レフトに大きいぞ、あるいはホームランか、伊藤がホームランだ、ホームラン、なんと伊藤の1000本目のヒットは値千金、開幕ゲームの逆転サヨナラ満塁ホームラン。シーカーが、ね、落ちるボールを持ってるね、こういう中継ぎのピッチャーはね、本当にやりづらいですよ。まだいけるっていうね、ベンチ全体が思いますから。
そしてバッターは梨田。センター前ヒットになった。鈴木隆久突っ込む、ボールがそれた、セーフ。近鉄勝ち越し、4対3、梨田がやった。